よもやよもや、いかに千万ことは情けないのよもやよもや、一回戦負けしてんじゃねえか。いや、パワーが全然パワー足んないから、パーティー。どうしよう。はてさて、コロシアムセンターにやってきたわけですけども、代表優勝決定戦を差し置いて、マスタークラス、最後、最強バトルマスター決定戦が、残っています。ここの辛い点はですね、リュータがいる、うん、まずリュータがいるっていう時点でまず厳しいなと思ってるんですよ。そしてもう一つ、職業相性が発動しないんですよ、こっちは。賢者の翼匠、翼匠、うん、ああいう悲惨なパーティーが生まれます。で、力でご利用される可能性が高い。あと、ついでに2回武器攻撃も禁止してあるんで。さあ、モンスターバトルビクトリー。さあ、ここで出てくるのはね、来ましたよ。ここから、デルタビッチへ放り行くぜ。こんなん、もうこんなすんさ、ダメだったよ、こんなムービー出したら。デンタリッチってもう、こんな圧倒的デンタリッチ勝つじゃんね。さあ、始まりました。バトルマスター大会。何が厳しいかっていうと、やっぱ打撃が飛び交うバトルマスター大会なんで、ドラキーたちの打撃耐性が高いわけじゃないんですよ。てか、ぶっちゃけ言ったらドラキーになって小弱点です、打撃。ああ、もうこの時点でもう危ないっす。よう、杉谷大輝。ようやくマスタークラス大会だな。待ってたんだね。4ヶ月の時を経て待ってたんだね。髪ツンツンだとんな、ワックスで。おう、俺さん、お前リベンジ鍛えてきたぞ。へえ、怖い怖い。でもどうせ一発系のチームだろ。俺の方が一発屋なんだよ。さあ、一回戦。まあ、まずここでね、一回戦で負けるわけに行きたくないんだけど、だけどもだけど、なんだこのパーティーよと。ここはスパッと突破したい。だってさ、こいつら、ないもん、相性。さあ、とりあえずですね、武器は2回攻撃。ね、オリコンボ最強伝説の時には愛用していたハヤブサの爪なんですけど、それも封印してみようと思います。はい。まずはね、軽くね、肩慣らしといきたいと思います。まあ、軽く肩慣らしですよ。行きましょう。頑張りましょう。タオドルキーとドラキーマン。行くぞ。さあ、お互いに職業相性が発動していないというね、珍妙な戦いが始まりました。すげえ珍妙。ドラキーはね、不参戦です。なんでかっていうと、あいつ打撃時小弱点だからですね。まあ、こうかな。蒼天魔山の威力にね、期待したいね、ここは。まあ、相手の武器は誘惑の剣なんていうね、ふざけた武器を持ってるんで、まあ、ここは勝ちたいね。あ、いいね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 。羽ばたきが302って強く見えるよ。さあ、バギーを唱えた。はい、吹っ飛ばして。オッケー、いいよ。なんか知らないけど、風属性が刺さってる。あ、誘導できた。シャルウィドス。まあまあまあ、仕方ない。11交換なら、仕方がないか。まあ、ね、剣前受けたくないな。お、いい、余計。いい、キーマちゃん、よく 10% で受けたね。12か相性含めて。さあ、行くぞ。そう、てん、まさん。はい、よいしょ。素晴らしい。蒼天魔山でやっぱスペックに期待したいところあったからな。強いね、蒼天魔山。おー、すごい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 。熟練の技を避けたぞ。あの熟練の技を避けるだって。そんなことあんのか。いや、待って。これ挑戦した方がよかったんじゃないか。あー、何使ってくるんだっけ、君寄せてんだけど。炎のリング、つばぜりしたかったー、それ。つばぜりしたかったな。炎耐性はみんなまあまあ波か。波だな。ハート描いて、大好き。はい。好きなんだ。はい。いたーってバカ野郎。バカ野郎。行くぞ。蒼天魔山を放つぞー。よいしょー。蒼天魔山がすごい強い。
やっぱ命中率は悪いんだけどね、やっぱ強いな蒼天魔山は。削り切りを狙ってもいいかも。あ、これ削り切り狙ってもいいんじゃないか、グレートダキーで。次のターングレートダキーでいけるんじゃないか。ああ、本当に受ける。何これ、すごい受けるじゃん、ドルキーマン。これはもう、炎のリング食らおうが何しようがですよ。見せましょう、行きましょう、ドルキー。合体モンスター召喚、相性がなくてもできること、それは合体モンスター召喚だ。行くぜ、グレートダキー登場だ。よし、まあ突破させてもらうよ、グレートフルブリザード、イエーイ、オッケー、314出てる、強い。よしよし、ここからちゃんとね、相性発動します。職業者発動してますが、とんでもないメンツが来たもんだ。なんだ爆弾今と死の奴隷って。さあ、この耐久だけ問題はね、耐久が高いことなんだよな。耐久高いんだよな。こう、物理の殴り合いになるとちょっと不利になってくる。ただ、爆弾岩は風に弱いってとこもあるから、そこを狙っていきたい感はあるけど、メガンってドッカーンっていう可能性も、なきにしもあらず。まあ、爆弾岩の風弱点にはね、目をつけていきたいところだね。さあ、1ターン目から、光の玉で勇気を貯めようとしてくる。2ターン目で撮影します。そうだったな、お前。そんな戦法だったな。放っておくわけにいかねえ。いいぞ、蒼天魔山行くぜ、おら、あー、きついか。蒼天魔山もきついか、さすがに。大きく羽ばたいた、素晴らしい、といいねー。でも、羽ばたきでも243しか出ないのか。回復剣投げます。これはね、どこかで見たモーションですね。もうトマホークとかね、ブーメランとかでよく見るモーションです。たまーに回復するんだよね、たまーに。バギで、打点取って。はい、バギを唱えた。いいねー、いいダメージ出てるよ。意外とないんじゃない。あー、来たーニヤニヤ笑っている、やばい。やばい、タホランはどうしても絶対攻撃しかねえ。ちょ、同じカメラアングルで同じことしとる。避けた。よし、とりあえず、つばぜよしよう。光の弾を止めないとダメだ。ここで勝っておきたいな。耐久勝負で、勝つんだったら必須だね。オッケー。ゲージは悪くない。ただ、向こうの勇気の分母が多いから、ワンチャン負けるかもしれんってところか。よし、オッケー、光の弾が無になった。これはでかい。オッケー。てか、初手から笑うしてくんの。あ、止めればいいんだ。はい。オッケー、笑うが無駄になった。でかい。キーマちゃん、賢いよ。おめえは何をやってるんだ。あはは笑うを無駄にして、光の弾を無駄にしたファインプレイ。で、タホドラキー、お前は何をやってるんだ。タホドラキータホドラキーまあ。今んとこ、ダメージです有利になってるからね、意外と。意外とダメージです有利だから。なんとかなるなる、全然。さあ、蒼天魔山で。蒼天魔山、よいしょ、十分で、バギーで、いいダメージ出るからね、バギーが。バギーがいいダメージ出るのって珍しいんだけどな。バギーだからね。バギーでこんなにいいダメージ出るの珍しいよな、本当に。さあ、回復。まあ、もう無理でしょ。あ、いいね。さすがに受けるか。さあ、ブーメ、君たち同じカメラアングルで同じ技出すのやめてくれる？避けなかったか。さあ、お前だ。プチダウン急降下？まあ、でも、これ言うて、次のターン、耐えれば勝ちですよ。言うて、次のターンまで持ち越せば勝ちなんで、これで行きましょう。
4ターンた、ね、耐えればこっちの勝ちみたいなとこあるからね、素直に。素直にとどめで勝つっていう、ルートでもいいと思うけど、蒼天魔山使って、向こうに絡めてはないから、もう、これでゲームじゃない？勇気溜まったね。オッケー。もう無駄だ。もう回復とか狙っても無駄だ。うん。まあ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 、可愛いもんですよ。なんかやってんなぐらいの。さすがに、待ってよ。まあここで、ちょっと止めても、いいんだよ。やるじゃん、ドラキーママ。ドラキーママやるじゃねえか、おめえ。さすが煉獄長と同じ部類。やるじゃん。煉獄長と同じスペックだけあるんだ、お前。さあ、トレードネードで終わりだ。オッケーオッケーオッケー。順調、順調。次の勝負勝ちたいよ。さあ、準決勝です。ここに勝てばシードです。さあ、街の NPC と同じ場所なんですよね、結局。結局これなんだっていうね、気づいたんでしょうね、彼も。ただ HP が高えんだ。ああチャンスがないわけじゃないんですよ。ストーンマンに穴があります。で、こっちは回心を狙ってるわけではないんで、あの、ストーンマニーを集中攻撃すれば、競り勝てる可能性も全然ある。こうだね。さあ、一旦目から、一旦目から何使ってくる？せーの！アリーナー星部ではオッケー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 。それはもう、ほとんど問題ない。一旦目から星部ではね、ラッキーだね。チョコ立ちふさがる先生から打ってきた。これはラッキーです。すごくラッキーなことが起こりました。岩投げ、怪力爆発、岩石投げ。あーでも結構食らうんだな。まあ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 、高速切りちょっと怖いな。食らうか。これどんぐらい食らう？ダメージレース大事だよ。痛ぇー。さあ、こっから取り返そう。ストーンマンは、属性攻撃すべてに弱い！食らえ！かばいきれないだろう、それだけのダメージは。それだけのダメージはかばいきれないの。何や、なんか、シュール。うわめっちゃ食らう。ストーンマンに穴があるんで、こういうことすると、こうなります。とりあえず、つばぜり合いだね。主人公の高速切り止めたいし、こっちも。いきます。よし、オッケー！ここ勝つのは願い。ダメージエースもね、なんとか追いついてはいる。グレートドラキーワンチャンある。あ、これはどうだ？子守歌？せーの、ほい！の主人公かー止まったの悪くはないんだけど、バギで叩き起こす可能性があるんだよね。ルカナンスまあ、確かに、リニはかなってる。リニはかなってるよ。リニはかなってるよ。うん。さあ、ここ。よし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 。ここ超立ちふさがるでね、無駄行動してくれたのは偉い。偉いですよ。敵を褒める。敵を褒めます。よし、オッケー。高速切りも怖くないね、これで。ここのターンは攻めに集中できる。で、うまくボーダーに乗れば、次のターンにグレートダキーリーサルのよね、狙えるから、それを行こう。蒼天魔山で、行くぜ、せーの、なんか、あ、よいしょ！いいねー。羽ばたき攻撃が主人公にいった。弱点は取ってる。弱点は取ってる、弱点は取ってる。大丈夫、大丈夫。起きたか、おはよう。あ、いいねー。いい余計、いい余計。いい余計だよ。叩きつける。いよいよ攻撃してきたか、こいつ。いよいよ。何？何？目合ってたよ。目合ってたぞ、今。バギを取れた。よし、521。メタキンの盾持ちなんで、大丈夫ですね。いけそうです。よし、いった。これはいったべ。これは仕留めたべ。仕留めましょう。レッツゴー！合体モンスター召喚！いくぞ！ドラキー！3体合わせてグレートドラキー！
すべてを凍らせるつもりだ。グレートフルウィザード、いてつけー。わーい、強い強い。あ、強い強い。あー、一安心だ。というわけでね、無事に準決勝を終えたんで、シードもね、いけるようになりました。お、泣いてるぜ。リュウと戦いたかったぜ。お前、そのパンチじゃ無理だよ。一ターン目に食らいすぎだよ、お前はダメージを。さあ、このね、相性のないふざけた軍団と、リュウタです。やばいって、リュウタは。リュウタいけっかな。マジで不安しかない。メンツを分かってるから不安しかない。さあ、決勝戦パーティー。リュータはね、割と脳筋です。リュータは割と脳筋でやってきます。さあ、来ました。ドラえもんゾンビとシルバーデビルというね。もう爪大好きですね、こうしてみると。爪大好きだな、お前ら。HP が高いよ、HP が。もうなんだ、3008って。おい。さあ、やってまいりました。いや、きついな、これは。これは、だって、千の差は覆せないでしょう。千の差を覆すのはかなり難しいぞ。ねえ、シルバーデビルも会心出やすいし。あ、早いしな、お前もな。あ、まあ、その叫びに逃げてくれる方がありがたいか。まあ、ワンチャン。ありがたい。避けろ。あー、避けない。まあ、ドラキンは属性攻撃には硬いんで、そこは心配しなくていいんだけど、普通に力負けするんですよ。このままやってると。うん。力負けするね。どう見ても。天魔客。天魔客に逃げてくるのありがたいんだけどさ。避けてくれた。一ピピロリした。で、もう800キロだったんでしょ。あと1800の差あるんでしょ。おいおいおい、マジでかよ。勘弁してくれよ。あ、すんごいダメージ出た。羽ばたき攻撃すげえダメージ出たな。さあ行け。蒼天魔山で、どれぐらい出るか、せーの、はい、よいしょ。なんでやねん。なんでやねん。え、なんでやねん。多分当たってねえな、今の。ここだな。行くしかねえな。とりあえず、主人公の4連撃を止めないと話が進まない。よし、オッケー。とりあえずね、競り勝った。とりあえず競り勝った。最悪の状況は回避した。で、ここだ。スペシャルガード何使ってくる？いやーやめて、やめて、やめて、ああ、ああ、ああ、やばい、やばい、頑張れ、頑張れ、頑張れ頑張れ、頑張れHP 差が子守歌あ、全然聞いとらへんあはルカ何してんだ、てめえら、さっきから戦場だって遊び場じゃないねんぞ何戦場、全体攻撃こすんなこの絶対攻撃こすんな。もう勝ち筋がどんどん薄くなってくんだよ。避けろ。おい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 。圧倒的格差じゃねえかよ今。おいおいどうすんだよ。え？音。相手の攻撃。避けろ。頑張れ。耐えろ。まだ耐える。いける。まだ前る。前。負け。いや、こんなん無理だってさ無理だわさ、こんなん